で見たらめっちゃやっぱ高校生の練習ってあの私学でこう甲子園目指してるようなチームってすごいじゃないですか、うん、もう驚く衝撃でここやったら俺強くなるかも。ほんでそこでよし PL 学園倒そうって思ったんですよ。それが有名になるのに一番近道だと思って、俺 PL 学園この学校で倒すわってギラギラになって家帰って父ちゃんと母ちゃんに今更悪いけど俺阪南大校行きたいって言ったらおっかんめちゃくちゃ喜んでくれて親孝行したな、めちゃくちゃ喜んでくれて、つたま、はい、もうその日の夜カレーと唐揚げ大好き、茶色大集合です、茶色大集合よく選んだと、はい、家にいるなと、はい、もうカレーもう豚肉入りのカレー好きなんですよ、ポークカレーそれともうあの日清製粉唐揚げ、この唐揚げが大好きで山盛りでできました。いやいやこれはないだろ寿司がないみたいに洋さんなんかできて家族が笑顔になったっていうのを覚えてます。お姉ちゃんは、まあ、その影響はなかったの、そのお姉ちゃん何個上なの？3つ上なんで、もうその時は僕高校入る時には高校出て大学教員免許取るって頑張ってたんですよ。でも僕ら小学校、僕は小学校の時とかは朝必ずランニングしてそれが終わってから学校行ってたんですよ。え、兄弟で一人で、あんちゃんは？いや姉は父親に言われてちゃんと何本走るか測っとけストップウォッチに星9万星9万いかんちゃん、それで走ったの？やりました。あ、まず10キロ走ってくるんですよ。すごいね。家の前の農道みたいなところを50メートルダッシュを20本ぐらい。ああ、ね、お姉ちゃん測る。姉ちゃんこんな顔してストップウォッチ持って怒られるし、今何本。そうです、父親が、はい、そんな家族やってます。はあ、お姉阪南大校行く自転車で 4,50 分、うん、あ、でもそんなかかるんだ。あ、かかります。まあこれも一つのトレーニングかなと思って、確かに、はい、でそこで通うようになりました。結局その PL 学園をやっつけるとかそれは叶わなかったんですけども、スカウトマンの人が見てくれてて、うん、日本ハム、結局は日本ハムの人がすごく熱心に見てくれたって言うんですよ。で結局これまだ喋って大丈夫ですか？え、全然いいです。結局ね、僕あの高校3年生の時にさあ甲子園だ優勝候補に挙げてくれたんですよ、新聞とかが、うん、でうちの学校の監督が僕を大阪府下の学校との練習試合とか投げさせなかったんですよ、うん、ほんで京都、奈良、それこそ和歌山の学校と試合するときは岩本投げてたんですよ、うん、でそれ子供ながらあんまり分からなかったんですけど岩本隠してたんですよね、うん、大阪府下では、うん、ほんでいざ大会が始まるときに嗅覚の e スポーツ記者が岩本とうとうベールを脱ぐって、おあの大阪版のあの産経スポーツ一面にへーって言ってくれたんですよ。俺こんなの取り上げられんのと思うぐらいで、うん、ベールを脱ぐってなんぞやと思ってたぐらいです。まあまあなんか脱ぐんやろなと思っててでしてたらちょっとあの一級下の下級生が郊外で傷害事件を起こして、うん、なるほどね、出場できなくなったんですよ。そうなの、はい、ほんなら日本ハムで今本当もう本当に今やから言えますけど、うん、斬新で岩本取ってこいって声出した人がいたんですよ、はあ、大沢刑事さんが。ああそういう人だね。でなぜなら使いべりしてないって言って、僕ドラフト2位です。夏の大会1球も投げてないのにドラフト2位ですよ。驚きました、はい、あもうこれあかんわ、プロ野球選手になれへんのかなとか思ってたんですけど、うん、そんな上位指名で、あの時はあの本当野茂さんとか野茂塩崎与田笹岡大魔神ウルタンちゃん西村さん、すごい時だ、あの小宮山さん、あの時です、あのソウルオリンピック開けた時ですよね。もうこんな入る隙間ないのにと思ったらドラフト2位です。はびっくりしました。お母さんもどうだった？お父さんお母さん。いやもう親父はセリーグ行かせたかったんですよ意外に欲張りだった。いやあのテレビで見たかった。なるほど、シーズないし、そうです、なかったんですよ、見れへんわと。息子はテレビで見たいから、やっぱあの阪神もしくは阪神と戦うチームほんで記者に聞かれたら巨人行きたい言うとけ、もうその当時はそれだったんですよ、うん、巨人しか行きませんまで言わんねんけど巨人行きたい言うとけ。うん、伊藤貴公さんっていう名物スカウト、はい、あの方も見てくれて、いいピッチャーだってコメントを載せてくれて、そっから新聞がバー騒ぎ出したんですよ、うん、名物スカウトですよね、あの、うん、そう、貴公さんね、はい、で、そうこうしてて、ドラフトで、もう周り、僕12球団の名刺全部家にあったんですよ、うん、下12球団来てたんだ。僕みんなそうやと思ってたら珍しいことがあった。ないないよ12球団は。ほんで父親はセリーグ行かせたい行かせたいっていう時に、ドラフト会議って今パソコンでパッパッパッってものすごい手際よく行くじゃないですか、うん、当時デーブさんの時は紙に書きましたね、紙だよ、はい、
初めてパソコン使う時だったんですよ。はあ、画面で出る時、はい、みんな触れないですよね。確かに、はい、でも偉いさんたちが座ってるからもうこんなんですよね。ドラフト1位だけで2時間終わりました本当それ本当です。ほんでこんなんないからまたネタじゃない本当です。で記者の人が公衆電話です。公衆電話で、これいやもうこれぐらいしか打てないですよ。で野茂英雄パンチョさんが誤字脱字すべて無効といたしますって言うから、おい野茂か屋敷かどうやって打つねみたいな感じです、ま、ほんまです。もうこんなんです。ほんでドラフト1位だけどんだけ時間かかんねんと。で僕学校でこうやって見た時に全然終わりました。記者の人がブワー走ってきてバーンで扉開けて、あの視聴覚室、どこにいた視聴覚室、視聴覚室大きい教室だったんですよ。ドーン決まりました。で父親はもうそっから入ってくるの分かってたんでしょうね、うん、こうやって待ってたんですよ。バーン決まりました、どこだっか単独指名です、せやからどこやねんお父さん記者に日本ハム単独指名です、やられたーっていう夢を出たんですよほんだら記者がブワーって、なんすかやられたんすか、約束あったんすかとか言ってるから、違う膝を打った、わけわからんこと言って半径2メートル何にもないところですよ、膝を打った親父何やってんねん思ってセリーグ行かせたからだからほんだらうち貧乏垂れ垂れやのに、その日帰る時にその行きたくなかったら大学行くなり社会人行くなり留学でも何でもええ、自分の思った道行ったらええや、聞こえええけどうちピーピーやないかと思いながらいけるわけない。僕はプロ野球選手になった、それでええねん、そっから稼ぐからと思いながら、ああそうって言いながら、親父がえらい凛として喋ってたから最後の男を見せたなんかもう凛として。ほんで続きがあって、指名挨拶ドラフト1位酒井光次郎さんだったんですよ。あ、はい、もう入団していきなり受賞した人ですよね、はい、近畿大学で指名挨拶もいきなり飛んできたんですよ、うん、大沢啓二さんが。で連絡あって指名挨拶来てくれるってなったんですよ。2位に2位ですよと。まあ言えば酒井光次郎さんの帰りについでで寄ってくれたんですけど、それにしてもそれにしても嬉しいですよ、ね、うん、父親が来るとなったらもう息子のこれからの生活かかって、わしがいくら親分も大沢さんでもわしはちゃんと話するから言うて、まあ、やりそうな雰囲気あるもんな。ああ、うんとろ、もうこんなもう菅原文太さんみたいなとっくりのセーターこう着てジャケットどこにあったんやっていうのなんかゴマ模様、ゴマだらもガー着てそのゴマだらがなんかもうゴマだらがわかるけどもうゴマだらのね、まあ、もうあの推定なんでしょうかみたいな、もう菅原文太みたいな格好なんですよ黒いこんなタートルネックで、おかんどこや言うた奥の三面鏡でうわうわうわ口紅塗ってて、姉ちゃんどこやったらまだ同じようにうわホットカーラーでお何が起きたんや岩本家と、そうでしょ、ほんまの話、写真あるんですよお母さんの、これはいや化粧嘘でしょ、あの化粧はほんまです、うわ入賞馬やったから化粧入るのうまいんですよ、言うて姉ちゃんうえー言うて、弟と僕だけ何やこれいいのあれは大沢さん上がってきました、住まい2階です、うん、古い家の階段、西、この西も大沢啓二さんかと思いながら待ってて、ようこそお越しいただきまして、座ってくださいって、狭い部屋のこたつに座ってもらって、よろしくお願いします、うん、親父どうやって言ってくれるのかなと思ったら、大沢さんがまず、大沢です、お宅の息子さんを、この大沢に預けてください、一発のピッチャーに必ず育てます、お父さん。この大沢に息子さんを預けてください。あ、いやほんまに親父やんちゃやったから そのテイストで来たんかなと思って、ほんだらもう親父もさあこっから行ってくれよ父ちゃんと思ったら、あれと思ったらパッと見たら、よろしくお願いします親父大沢さんの言葉で感動して涙の握手親父もうちょっと頑張れよと思った